今大会は相模女子そして京都精華の2チームがこの決勝の舞台へと勝ち上がってまいりました。熱戦の模様をお伝えしておりますが、まず試合の入りの部分から振り返っていきましょう。三好さん、いかがでした？いや、この竹内選手のドライブも良かったですよね。うまく、京都精華のインサイド陣を寄せつけないような動きできていたと思います。はい、ただですね、京都精華も本当にこういったスリーポイントシュート中だけではないというところを前半から見せてくれてましたよね。そうですね、もちろんインサイドの高さに目が行きがちなんですけれども、ガード陣もしっかり得点をバランスよく重ねて京都精華がリードして試合に入っていきました。この高さがもう、絶対的な強さではあるんですけれども、相模女子のディフェンスはどうです？そうですね、悪くはないんですけれども、やはりこの高さっていうところでやられてしまっている部分はあるので、もう少し外に追い出せるようなバンプを入れて体を当てて追い出せるといいかなと思います。はい、相模女子はエース竹内が自ら得点そしてコントロールとゲームを作っていっていますが、第1クォーターは24対10で第2クォーターに入ったところで、まずは京都精華石井のスリーポイント、さらにはこの高山のスリーポイントと、京都精華本当にいい入りしましたよね。はい、この2連続スリーポイント大きかったですよね。そして松井の得点となって相模女子のタイムアウトを誘った形になりましたが、打ち続けたこちら相模女子松浦もスリーポイント決めました。はい、前半から、ね、打ち続けた結果この1本そしてもう1本連続でも入りましたので、そうですね、はい、よかったです。そしてこの竹内吉田コンビですよ。そうですね、本当にこの息の合ったプレー。前半を49対26、京都精華がリードして後半に入っていきましたが、ここ相模女子の追い上げという時間も見られましたね。そうですね、本当に両チームともいいプレーがたくさん見れた後半だったのではないかなと思います。はい、最後吉田選手のコメントにもあったように、京都精華本当全員バスケで勝ち取ったという試合にもなりましたよね。はい、本当にもちろんインサイドが結構目立つところはあるかもしれないんですけれども、それだけじゃなくて本当全員で戦って点数取れたり、リバウンドルーズボールっていうところも徹底できたところが本当に京都精華の強さなんだろうなと思いましたね。はい、スピードで見せたというところ、そしてアウトサイドシュートもしっかりとここ決め切るという、本当に相模女子も自分たちらしさを失わない試合になりました。そうなんですよ、最後まで本当に自分たちらしさっていうところを徹底できていましたよね。はい、もう全員がスリーポイントシュートだったりリングに向かう姿勢だったりっていうところはすごく私自身も感動しました。はい、このしっかりとインサイドが戻る前に走るですとか、はい、本当に自分たちらしさをしっかり出し切ったという相模女子、竹内次世代のファンタジスタも今日見せてくれましたが、改めてこの大会を通して竹内選手いかがでしたか？いや、もう本当にニューヒロインですよね。うん、もうこれだけ本当に面白いプレーだったり見せてくれて、私たちを楽しませてくれたことを高校生になっても、ね、楽しみにしたいですよね。そうですね、はい、非常に将来が楽しみな選手もたくさんいるという中で決勝戦の模様もお伝えしてまいりましたが、最後までこの応援団に背中を押されて相模女子追いかけていったというところ、松浦選手のスリーポイントも本当に良かったですね。はい、本当に6本と決め切りましたし、その最初打ち続けたことがこれ最後につながりましたので、本当に素晴らしかったなと思います。はい、最終スコアは82対61、京都精華学園中学校が夏に続いて冬も制したということになりました。